石ができたときには葉緑素を利用した商品を使いますがどのような商品を使うか石といってもできる場所により原因が違い石の種類も違います石の予防であるのかと痛いときの治療に何かを使うのかでは目的が違い対応が異なります胆石の原因は尿酸結石 ビビリルビン血石が多く腎臓血石は周酸血石が多い尿酸血石はプリン体が変化することで起こりビリルビン血石は赤血球が肥臓で壊され単重になる過程でビリルビンによってできます周酸血石は周酸が多い食べ物を過剰に摂取したり糖質が変性して 集酸ができてミネラルと結晶を作り石ができます結石は溶けないからできたわけなのでできてしまった石を溶かすことはできませんが石の原因物質を溶解し石ができるのを予防することはできますどの物質も使用性が高いので葉緑素などの使用性が高い物質を使わないと溶解しません 商品としては葉緑素としての濃度が高いクマササエキスがいいクマササエキスは大量の葉緑素を摂取することが目的になり石ができるのを予防するために使いますただし熱処理して商品にすることが多く酵素が壊れている場合が多いので植物酵素の働きに期待するときは別のものを使います 植物のホルモンを生かした商品に、一番がり大麦若葉があり、石が原因で痛みがある場合に使います。一番がりの大麦若葉は、低温スプレードライという方法で熱を加えずに作っていて、植物の酵素が含まれています。植物の酵素には、オーキシン、ジベレリン、サイトカイニン、アブシジン酸の4つがあり、 オオキシンは発芽にジベレリンやサイトカイニンは組織を柔らかくしてアブシジン酸は葉が落ちるときに作用します芽が出るときは酸化反応を行うオオキシンが必要ですがそのままではいつまでも大きくなりますそれ以上大きくならないようにするために残り3つのホルモンがオオキシンによる成長促進を中和します 発芽したばかりの新芽の状態はオオキシエ以外の植物ホルモンを含んでいることになりますジベレリンやサイトカイニンは組織を柔らかくするので体に使うと血管が柔らかくなったり組織を緩めたい時に使います石ができると組織が修練して石を組織が包み込むことが多いですアブシジン酸は 葉が落ちるためのホルモンだが、体に使うと老廃物を除去する働きがあるので、血液にコレステロールなどが高い時にいい。1番狩りの大麦若葉は、痛くて炎症を伴う痛風発作時や血節など硬い組織を作る時にいい。2番狩り以降の大麦若葉にも大麦の特徴があり、 大麦の特徴はペントースリン酸回路があり糖分が過剰になった時に糖を別の糖に変化して貯蓄する性質がありますペントースリン酸回路の活性が高い臓器は肝臓脂肪組織精巣副腎皮質授乳器の乳腺です脂肪肝食べ過ぎによる精子の異常 授乳中で母乳が不足している時に使うと良い過剰な脂肪を糖にも変換しますのでダイエットにも使えます血脊痛風など痛い時に一番狩りのオウムニワカバを使い予防にはクマザサエキスを使います